アユタヤ駅は、太陽国中部アユタヤ県、プラナコーンシーアユタヤ郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。アユタヤ駅構内アユタヤ駅は、太陽国中部アユタヤ県の県庁所在地であり、人口14万人が居住する、プラナコーンシーアユタヤ郡にある。市街の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側は西口であるが、 両側とも、市街地であり賑やかである。アユタヤ駅は、ユネスコの世界文化遺産に、こと、アユタヤとして登録されている、アユタヤ歴史公園の最寄り駅であり、太陽国の中でも、屈指の観光地である。このため、観光客の列車利用も多く、クルンテープ駅から当駅の乗車率は、かなり高くなっている。バンコク駅からの距離は 71.08km で、 特急で約1時間半、普通列車で約2時間で結んでいる。普通列車利用の場合の運賃は3等車で15バーツで、特急列車利用の場合は指定席で315バーツで、昼食のサービスがある。また、一等駅であり、特急の停車駅でもある。当駅は、大国鉄の北本線と東北本線の共用区間に位置する。 このため、この区間は、列車の運転頻度が高く、1日あたり78列車の発着があり、当駅を含むランシット駅バーンパーチー分岐駅が参戦区間でも、ある。対最初の関営鉄道として、バンコクナコンラチャシーマカンが建設されることになり、その最初の開通区間として、クルンテープ駅アユタヤ駅間が、1897年3月26日に、 開業した。この時点で当駅は終着駅であったが、約1ヶ月後に健康医駅まで延伸開業をされたことにより、途中駅となった。目標のナコンラチャシーマーまで開通後北元線を建設することになり、当駅より 18.87km 北にあるバーンパーチー駅より分岐して、遅延前までの工事が開始された。 単式ホームおよび島式ホーム2面の複合型ホーム3面4線を持つ地上駅であり、駅舎と改札口は西口のホームに面している。駅舎と各ホームは踏切で連絡しているが、東西の自由通路はない。ワットプラシーサンペット駅前にレンタサイクルやバイクの店があるので観光に適している。ありがとうございます。